パイティングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、郡に属す市場町である。パイティングは、モレーンで形成されたシュロスベルク、カルバーリエンベルク、シュナイトベルク、ビューラハといった山に囲まれた町で、第二次世界大戦後に難民を受け入れたにもかかわらず、典型的なバイエルンの村のキャラクターを保っている。多くの営農家が中心集落の外に小集落を形成している。社会奉仕団施設のあるヘルツォークゼクミューレもこの町に属している。パイティングはオーバーラント地方に位置する。この町は公式には40の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。パイティングは行政上はオーバーバイエルンに属すが、他のオーバーバイエルンやニーダーバイエルンの地域で話されているような典型的なバイエルン語ではなく、レヒライン方言が話されている。この方言は、バイエルンとアレマンの言葉が混ざり合った方言で、レヒ川東岸に面した地域に特徴的な言葉である。レヒ川東岸の最初の定住跡は、紀元前3世紀に遡る。それは、ビューラハ山の青銅器時代の墓で、ケルト人やローマ人もその痕跡を残している。最初の文献上の記録は1055年で、地元のベルフ家が新しいパイティング場を建設したというものである。このベルフ家の城は、シュロスベルクにあり、レヒラインのベルフ家の活動の中心となった。このベルフ家は、例えば十字軍に参加し、ロッテンブーフ修道院や、シュタインガーデン修道院を創設した。パイティングのベルフ家は1191年に断絶した。この家系の最後の当主はベルフ6世であった。1348年の地震でベルフの城は一部が倒壊した。1438年にパイティングはバイエルン公から市場開催権を授けられたのだが、1490年に再び剥奪された。30年戦争の時代、1632年にベルフ家の城は取り壊された。同じ頃、激しい熱病が流行し、1632年にパイティングで約400人が亡くなった。パイティングは、バイエルンの行政革に伴う1818年の市町村令によって、行政上独立した自治体となった。第一次世界大戦後、パイティングで石炭採掘が始まった。1945年以後、1500人の旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放逐されたドイツ人が難民としてパイティングに移住した。1957年にパイティングの石炭採掘は最盛期を迎え、882人の炭鉱夫と47人の運営職員を擁していた。1958年に当時のオーバーバイエルン最大の町村となったパイティングに改めて市場開催権が与えられた。炭鉱は1968年に閉山された。1年後に経済危機が起こった。1976年にビルクラントを合併した。町長はミヒャエル・アーザムである。1438年にエルンスト・パイティング公はこの町に紋章を与えた。それはビッテルスバッハのひし形紋に斜めの赤い帯をかぶせたものである。パイティングで3つの連邦道が交差する。東西方向にイルシェンベルクからバートテルツを経由してマルクト・オーバードルフに至る B472 号線が通っている。南北方向にはアウクスブルクからヒュッセンへの B17 号線が走っている。B23 号線はパイティングからガルミッシュパルテンキルヒエンに至る最も早い経路で、そこからさらに国境を越えてチロルのシャルニッツに達する。ロッテンブーフの放送塔は、ドイツで最も高い木製の塔である。世界でも、これよりも高い現存する木製の塔は、ポーランドのグリビツェの送信塔だけである。パイティング近郊の湿地からは、約1000年前のパイティング女性が発見されており、ロザリンデと呼ばれている。ありがとうございます。